続きまして本日のメインイベントを行います。アーコーナーよりアビューレディーマーキュリー皮下脂肪弁慶組入場。さあということで本日の流通祭り大会広報午前の部メインイベントを飾ってくれるのはこの二人です。入場ゲートにご注目。さあ出てきた。まず先頭に行くのが皮下脂肪弁慶、そして後ろから入ってくるのがアビフレディ・マーキュリー。はい、まあ、なんといってもこの二人の体の大きさ。そうですね。さあプロレスらしい二人が入ってきたということで、皆様試合を期待していただきたいですけどもね、あの、はいはい、赤コーナーから出てくる二人はさらに大きいのが大きくないのかということで、こうなります。楽しみにしていただきたいですね。赤コーナーよりオカルト大魔王スーパーブーベリダー組入場。さあこの音楽 KWF 何回か見たことある方でしたらお馴染みなのではないでしょうか、はい、そうですね、スーパーブーベリダーのテーマです。さあ出てくるのが出てきましたね。はい、先頭を行く緑のマスクがオカルト大魔王、後ろを行く季節外れのスイカのマスクがスーパーブーベリダー、はい、なるほど。お尻には可愛くスイカ、はい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 、はい、やっぱり世の中ギャップ萌えという言葉もあります。そうですね、これはまさしくギャップ萌えですね。たくましさと可愛さの共演といったところでしょうか。そうですね、しかし持っている肉体は本物です。はい、さあオカルト大魔王とスーパーブーベリダー堂々とリングイン。ただいまより本日のメインイベントタッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー180センチ93キロアメフレディーマーキュリー、筋肉爆弾アメフレディーマーキュリー、178センチ100キロ皮下脂肪弁慶、重戦車皮下脂肪弁慶。赤コーナー身長体重不明オカルト大魔王、魔界への誘いオカルト大魔王、180センチ120キロスーパーブーベイダー、皇帝肥満戦士スーパーブーベイダー、レフェリートライタニゴ。さあということで、はい、本日午前の部メインイベントを彩る4人が入場してくれたということで、はい、試合開始が待ち遠しいですね。はい、そうですね、どんな試合が展開されるのか楽しみです。第一試合が始まってからメインイベントまであっという間の時間でしたね。そうですね、ということで、はい、本日のメインイベントタッグマッチ45分一本勝負アメフレディマークリー皮下脂肪弁慶対赤コーナーがオカルト大魔王スーパーブーベリダー組始まりました。なるほど、まあ、なんといっても青コーナーこの二人が2年生そうなんですね、はい、アメフレディマークリー今おっしゃってる、はいはい、この人、うん、そうですよ、ちょっと試合見てみましょうか。はい、おっしゃる、押し合う、おお、そして押し込んだのはメルディ・マーキュリー。さあここクリーンにブレイクするがしないんだよね。今のはロープに触れたら試合、そうですね、一時中断ということで、はいはい、やはりあのクリーンといいますかね、何もしないで離れないといけないんですけど、ね、そうですけどね、悪いことしていきましたが、はい、悪いことなら先輩特許このオカルト大魔王、オカルト大魔王、オカルト大魔王という名前もあって悪いことはするんですけれども、はいはい、さあさながら肉体も素晴らしい、おっとこの音がいいですね。さあ行けということで出るの、おーさあ肉と肉の鈍いぶつかり合いの音が聞こえるか、はいはいはい、前向きに負けにターンするの、おっと倒せない、オカルト大魔王膝をつくマーキュリー惜しいですね、もうちょっとで倒せるか、おっと早速ブレーバスさん抜いてくる、おー、そして負けじと下ちゃんがオカルト大魔王、はいはい、もうブレーバスさん、これまだ2回目ブレーバスさん、まだ終わらないですか、まだブレーバスさん、はいはいはい、3回目ですよこれ、まだ終わらないんですかね、おっとおブレーバスさん、あっとさあ2人ともそろそろ限界ということで、多分これ
これきっとお客さん今日ブレンバスターだけは覚えて帰られますね。そうですね、どうでしょう、はいはいはい、この試合ちょっと男臭い試合が展開されそうな、そうですね、なんだか往年のプロレスファンといいますか、僕もそういうプロレスが好きなので、はいはい、なるほど、ちょっと楽しみになってきました、ね、そうですね。とそして次出てきました、さあ次に出てきました、はい、スイカのマスクにスイカのコスチューム、こちらがスーパームーブイダー、はい、そしてそれに対抗するちょっと若者の今時風なコスチュームをしているのが、はいはい、東坊弁慶、東坊弁慶、東坊弁慶も、おーっと上げれるか、おい、いやー無謀でしょ、あーった、痛いの、あれ痛いですよこれ、まああの音聞いたら痛いのは全然出ますけど、そうですね、そしてこっち上げたー、わーブレー、いやー、おーっとおっとおっと、まあ、一応東坊弁慶100キロあるんですけどね、そうですね、100キロあるんですけどね、軽々と持ち上げてきましたよ、はいはい、あ、スーパーブーブイダー選手何キロなんですか、スーパーブーブイダー選手は何キロなんでしょうね、何キロ、はいはい、何キロって言ってました、120キロらしい、120キロ、20キロの差で、いやでも逆に言うと、はいはい、あのスーパーブーブイダーに20キロまで追いついているということなんですよ、ああそうですよ、その言い方もできますね、20キロの差が大きいということなんですよ、はいはい、確かに、はいはい確かに、でもさっきからお前適当な回数しかしてないけれども、はい、おっとリング上、これは何ですか、腕意識ですかね、はいはい、とこれ腕を取っていく、まあこの腕意識と腕に効くんですか、やっぱり腕ですね、はい、やはり腕意識は腕に効くと、しかもですねスーパーブレイダーのあのごつい足とごつい腕に挟まれると痛いですね、はい、とこれロープブレイクをしているのに認められないのです、そうですね、オカルト大魔王、はい、もうレフリーが気づいていないと言いますか、はい、オカルト大魔王がうまいこと邪魔をしているというか、なるほど、とこれ東坊弁慶選手にとってはとんでもないことですよ、はい、といつもの負けん気がどこに行っちゃったんですかね、うん、こちらも痛いですね、はい、おっと大丈夫かこれ東坊弁慶、おっと腹渡にパンチを食らしていく、持ち上げるか、持ち上げた、持ち上げた、皆様どうかどうか拍手をお願いいたします、120キロ持ち上げていきました、はい、上げましたね、東坊弁慶流れに乗ってもう一発だった、素晴らしい、そしていくか、ザ・ビゲンホールワンザーカウント2、さあ東坊弁慶、はい、一連の攻撃で会場を一気に会場の熱を、はい、10度ぐらい上げましたね、上げましたね、これオーバーなぐらいがちょうどいい、はい、そしてアビフルニーマキリ流れに乗ることができるか、できるのか、音が鳴んないのが一番痛いです、ね、そうですね、ちょっとじわって感じがですね、はい、お前もやるのか、ちょっともうちょっと、はいはいはい、なんかちょっとスーパーブレイダーもイラつきを隠せないですね、何発も受けると思うなよ、なるほど、はい、そういう、あ、やめろーっと隕石が降ってきましたね、セコンドに、はい、セコンドにいるマザーコングも思わず首を横に振ってましたね、はいはいはい、まさか振られると思ってないですよ、はい、そしてオカルト大魔王来ましたよ、オカルト大魔王、そうですよ、はい、そしてこのオカルト大魔王選手について一つ言えることがあると言いたいですか、ちょっと待ってください、おっとレフェリーが気づいてないですか、はい、オカルト大魔王ロープの力を利用して締めていきますね、あ、レフェリーやってきてた、あー離す、おっとこういう噂があるんですよ、なるほど、もう反則しちゃってますからね、さあそして、はいはい、場外に出ました、場外に出ました、お客様ご、お客様 レスラーの近くに、おっと場外乱闘大変危険です、場外乱闘は大変危険です、はい、セコンドの方がですねどけといったらですね、はいはい、席を立って席をどうかお立ちになって、はい、その場所から離れていただけると幸いです、危ないですよ、はい、近くに寄られて怪我の責任一切負うことができません、そうですね、そして最後にバカが映ります、バカが映る、はいはいはい、さあ、おっと、まあ、ちょっとどうなってるんですか、どっちを見ればいいかわからないですよ、これ右手は起こるとね、もうダメージマークで危ない危ない危ない、大事が、おっと、セコンドお客さん残して、はいはいはい、セコンドが仕事しないですね、ちょっと、はい、これ怪我したらとんでもないですよ、ちょっと、おお、雨揺れが、なんとか、なんとか返していく、13と、そしてなんとかリングが戻ってきましたけど、拍手をどうかお願いいたします、いいですね、この寒い中よくやりますね、場外なんとか、はい、なんとかみんな帰還しましたね、はい、あ
おっと苦し紛れのエルボー大丈夫か、そしてロープに行って何が出る、おー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 パースとカウント2アミフルディマーキー、おっとここで反則技、またそうですね、またしてもここで反則技、ガルダ山こういうのうまいですね、心的攻撃、先ほどからですね、はいはい、アミフルディマーキーが攻めてたんですけれども、はい、どこか追い詰められてる感もありました、そうですね、あったレフリー見てなかったんですかね、ちょうどどっか見てた、こういう時に見てないんですよ、レフリー見てほしかったですね、はい、どうかね、今のはちゃんと注意してほしかった、そうですよ、本当に大丈夫か、そしてまたこれコーナーもダメですよね、攻撃、いやまあそうですけど、はいはい、これもですね、ロープを使ってるんですね、ロープあのロープの中には鉄のワイヤーが通っておりまして、非常に硬いと、はいはいはい、それを利用して相手の足を締め付けていった、またしても肝心なところをレフリーは見ていないという、いや魔界出身オカルトダイヤモンド、はいはい、魔界殺法が次々飛び出ておりますが、そうですね、おーっと持ち上げてタッチ出てきたスーパーブベダー、オカルトダイヤモンドは魔界出身ですけど、はい、ダーンおーっとやめろ、おーっとやめてくれ、あーっと重すぎる、やめろ、何かの見せしめか、そうですね、120足す100は220ですからね、そうですね、アミフレディマークには今220の体重が乗っていたということになりますね、なるほど、これちょっとお母さんお父さん見たら悲しみますよ、アミフレディマークの、はい、そうです、おーっと追い打ちを打つように、またお腹に、この現役重量級対 OB 重量級の、あったあったあった、頭グリグリですね、はいはいはい、頭グリグリですね、おっともうやばいと思って、そうですね、レフリーの制止も止めずになんとか助けに来ましたが、はいはい、おこれアミフルディマーキー選手大丈夫か、なんとかまあ戦えるようですけど、さあそれをですね、はいはい、冷静に見ているオカルト、はいはいはい、弁慶がカットに行ったんですけれども、はいはい、それをですね、まあベイダーなら大丈夫だろうということで、そうですね、あーっとやめろ、痛い、それに追い打ちをかけるよ、おーっとダブルアームスープレックス、おーっとこれ両者お互いに声援が必要ですね、あーさあ、はいはいはい、ベイダーが押してきたが、おーっと両者もや意地で攻撃してますよ、あーっと上げるのか、出たタッチ、そして出てきたガシモ弁慶、さあこのリングの、はいはい、このリングの中でいわば上昇企業とでも言いましょうか、はいはいはい、上昇レスラーとでも言いましょうか、そうですね、一番株が集まっているレスラー、あおーさあ出てきた高校時代はラグビー部、オカルトダイモーのカットが入る、はいはいはい、しかしですよ、逆に考えてください、はいはい、オカルトダイモーが動いたということはそれほど危険を感じたと、おっと上げてなんだーワンダードカウント2なんとか返した、ダークエストールですね、よく持ち上げた、そして、はいはい、大丈夫か、さあまさか決まるか2人で、はい、さあ2人で決めることができるのか、ダブルで見られました皆さん、あおおおさあそしてまさかスーパームーベイダーが沈む日を見ることに
なるというのが、まあ、結構見てます。あ、痛い痛い、今のは痛い、今のは痛い、パイプの部分が当たりましたよ。ただの暴力ですね、はい、ね、そしてそれもレフェリーは見ていない。あー、やばい、これはなんとかやばい流れになりましたが、これが怒った大人の力ですね。はいはいはい、待ってください、待ってください、何するんですか。椅子に足にさせとして、まさか、あー、やばいぞ、やめろ、あー、あー、あー、痛い、痛いぞ、今のは痛い、これは。さあ、アメリディ・マークリーの弁慶の泣きどころという若干意味の分からない、意味の分からないですけれども、はいはい、こう大丈夫かこれ、やばい、アメリディ・マークリー、アメリディ泣いているんじゃないですか。おお、なんだ、そして出てきたのがオッカルト大魔王。これはもはや決めにかかっているか、大丈夫か。さあ、リング中をがっしり構えて、おお、丸め込み、わっ、おっと、ガウンタツ、そしてもう一度、はいはいはい、もう一度、丸め込み、ワン、ツー、返したところ、逆、あっと、大丈夫か、ロープまで距離がある、やばいか、大丈夫か、ここは声援、おー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 、やばいか、返せる返せる、逃げ切れるか、逃げ切れるか、逃げ切れるか、逃げ切れる、いけるぞ、さあ、よくやった、よくロープを掴んだ、ここで諦めない、それがアメフリーマークリー。しかし、岡田大魔王の優勢は決まらない、何が出るのか、リング中を、はいはい、持ち上げない、返した、また諦めない、持ち上げて、プレインバスター、さあ、なんと返したが、はいはい、おーさあ、ここでラリアット、ラリアット、どちらが本物か、ラリアットかわした、ラリアット、まさか、ブーン、いけるのか、じゃない、あーっと、最後、手を振りかざした、さあ、それはお客様にプレゼントですね。そして出るのか、ロープから、ロープ、そしてそのままジャーマー、投げっぱなしのジャーマンスープレックス。さあ、やばい、さあ、この試合大丈夫ですか。あー、そして変次、はいはい、さあ、もう熱がこもりすぎて、はいはいはい、どうにかなってしまいそうですけども、はい、大丈夫か、この感じ、カルタヤマ、次は何を見せてくるか、バーッとホール、ワン、ツー、スリー、14分45秒、勝者、オカルト大魔王。さあ、この熱戦を制したのは、はい、青 B 組、オカルト大魔王と、はい、スーパーブイブイだ。激戦でしたね。はいはい、皆さん、この勝者オカルト大魔王とスーパーブイブイダーに拍手をお願いいたします。そして負けはしましたけど、はいはい、大変健闘していただきました。しかしも弁慶2年生とアメリディ・マークリー2年生にも大きな拍手をお願いいたします。うわー、すごい試合でしたね。いや、見たことないんですよ、あんな試合。でかいの、打ち上げてでかいの、大きいからね。